皆さんこんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェチとリムちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビサナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。ウェチ久しぶりに噛まなかったよ。よくできました。ところで今日はユミちゃんの誕生日です。ありがとうございます。ハッピーバースデーみたいなのもなくて、まあいいや。そう、ありがとう。また後でゆっくりお祝いしようね。ありがとう。ユミちゃんもさ、はい、歌に本腰入れて、なんか本腰、いや本腰、ボイトレの先生にもついて、はい、いや今までボイトレしてた？言ってますよ。いや今までしてる、うん、してた、してるしてる。いやでも今のボイトレの先生の方がめっちゃ声出るようになってる。なりました。やっぱり先生違うと違うよね、相性がね、うん、相性大事やね。いや高音の伸び方がちゃうもんね。ありがとうございます。全然ね、いやどう教えてもらってるのか全然分からへんねんけど、またほらあの先生やからね。マニアック。そうここがちゃうやね。ちゃうねなるほどね。マニアックやね。メールが来るね。面白いトレーニング方法見つけましたみたいな感じで、そうこれ分かってもらえるのユミさんだけですみたいな感じで、それ研究熱心っていうか、めっちゃ面白いね。だけ実験台に使われてる。そうこの前貴乃花のさ思考踏み方見て私は気づきましたみたいな感じの角度。そうなん、これでここ出るんですよ。まあそうやね、声出すって自分の体をどうやって使うかやもんね。だからね、マニアックなのがすごくね、私の今の先生、ここが詰まってる人はここの形がこうやからとかね、ここが固まってるから出えへんねんとかっていうのを、なんかどう伝えようかみたいなのをね、標本とか使って説明してくれるからね。人体標本とか作ったはんね。めっちゃ面白い、ね、結構美人やけどなんか変態っぽいもんね。ちょっとおかしい言うたか。めっちゃ面白いね。面白いよね。面白い言わなかいね。そうで私のあれ、何でやろう、あ、分かったみたいな感じで次から次へとやってくれる。めっちゃ奇想天外なこと、ものすごい真面目に考えるもんね。めっちゃ面白いよ。もう最高、ね、研究熱心というか、まあ自分自身もすごい研究なさって、はいはい、なんかね、そうよ、あの声の出し方もめっちゃ面白い、すごい研究した。なぜ面白い、あの人面白いよね。面白い、いや見ててもう面白い人やったら絶対もう一目でわかる、うん、まあそんな感じやな。はい、うん、まあそんな感じでまた今日もよろしくお願いします。はいはい、では行ってらっしゃーい。銃に使って歌う人、佐伯優子さん。イエイ、銃に、まあ、簡単に言えばシンガーソングライター、うん、そうですですよね。銃に歌ってですね、あ、うん、使うてはない、すいません。銃に作って歌う人ですね。あ、そう、作ってね、作って歌う人ですよね。そうそうそう、はい、そうです。2人で漫才しとんですけど、いやいやいや、また噛み合えへん感じが最高、ね、僕はあの音楽って苦手やったんですよ、うん、実はあんなに歌ってんのに、ねえ、ねえっていうのは、うん、音楽って自由に作ってってなんかタイトルになってるんですけど、うん、音楽って自由じゃない印象があったんです。わかる、でもそれわかる。小説ふわりっていうのがあって、うん、でルールがあるじゃないですか、うんうん、で、あのルールがもうはっきり言ってちょっと腑に落ちなんですよ。で最近若い人のそのシンガーソングライターと名乗る人、うんうん、まあもう年代が40ぐらい離れてる人なんか、うん、関係なく作ってはるじゃないですか、あんまり。そうですね。うん、ね、はい、で、あれやったら僕好きやったのにな、ね、今頃あれやったら好きやったのになって。その時代ね。そう、はい、え、いいや、今からやれば。そうですね。ね、ですよね。うん、そうそう。だから僕今あのふわり決まってるやつふわりなしに歌ってるもん。常に自由やん。だってさ、もうほんまにこのさ原稿見してあげたらこんだけ真面目に作ってきたね、うん、この放送原稿この通りに行ったこと一回もないから、うん、
いやいやそんな人がふわりとかどこどっから出よんねんみたいな感じ。どの口が言うそう、それ、それ尺も関係あらへんしね。関係ない、関係ない。まず時計通りに歌ったことない、歌ったことない、喋ったことない、ね、なるほど、みたいな感じのところに、うん、今日は憧れのそうそうそう楽しみにしてたんですよ。そうなんですか。僕ね、本当に、そんな雰囲気一個もないのに、まあ、実はね、うん、隠れ最近ウコファンなの。ちょっとなんで隠れる必要ないじゃん。隠れじゃない、隠れる必要あります、ね、もうか、ね、どんどんできていいですね。いや、初めて、お会いしたのは多分西明石のイタリア食堂、はい、フィルネーブ、はい、そうですね、何年前ですか。そう、おととしですかね。あ、3回僕2回行ったから、うん、先ほどの3年前くらいですかね。 あ、まあ、そうです、ありがとうございます。そうです、3年ですに初めて相変わらずよく動いて面白いささあの某エレガンスマダム並みに動きますね。そうそう、某エレガンスマダムよう動く、よう動く、よう動く、面白いね、じっとできへん、もうなんかね、なんかいつも前にピアノ置いてはるんですけども、うん、そのピアノがなんかザッとして講座の上に座ってたのに見えるっていう。そうなんや、初めて言われた。そんなマジっすか。そう、歌ってる姿と喋ってる姿のギャップがありすぎて、あだからね、喋ってると思ったらうわーって歌い上げるからさ、ま、よくわからない。こんなこと言ったらものすごい失礼かもしれへんんですけども、ラジオ番組してはりましたですよ、うん、はい、一時だけ限定で、ね、はい、ね、してました。もったいない、絶対映像の方がええのにとか僕いつも思って。あ、そうなんですか、へ、うん、そう、表情も、ね、豊かで、そう、うん、やかましいからだし、表情がものすごいやかましいからだし、だから僕いつも、うん、よく収録してはるときに、うん、はい、おしょうところの、はい、まあ、すぐそばで、うん、壁にこうやって見えたのが、なんとそんなことしてましたの。そうか、僕ほぼね、はい、多分2日に1遍ぐらいお仕事行ってた時期があって、一個も会えへんかったですよ。そうそう、もうおる場所が違うんですね、うん、で、収録始まると鍵かけはるんですよ。あ、あのお商部屋ね。そうそう、はい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 、で、鍵かけはって、はい、うん、で、その鍵かける前に、うん、ガラス張りの反対側の部屋に入ってれば、うん、あれなんですけど、ちょうど鍵、いつも鍵かかってるんですよ。行こう思ったらで時々ガチャガチャって言うてんの僕です。気持ち悪い。なんてことするんですかね。えらこちゃん怖いわ、ね、でもなんかもうね、こう見てる皆さんがどういう方かっていうのはちょっとわからないと思うので、ちょっと一回その歌ってるところをさ、ね、歌ってる姿をちょっと見ていただきたいと思います。はい、ではこんな感じです。どうぞ。Thank you.
けても瞳の奥は潰れでも構わない。歌手、ね、やったけど大芸人は持てました。買いましたね。いや僕なんか、ね、時々、うん、歌も歌わせてもらうんやけど、うん、なんかウクレレ漫談かっていつも言われな、漫談っぽいもんね。僕はね、そうそう、僕はねもう、うん、半分ぐらい喋りやもんね。あの、喋りたい時にさ、あのゲストさんに被るんやめてな。僕普通のやつですぐ被るから気をつけてよ。なんか好きすぎて、うん、こう言ってここにマークあるの、ここで喋ろうと思うもんね。気づいてます。あのだんだん距離詰めてきてますから。そうそうそう、あのね、ダメですよ。はいはい、嬉しいですよね。でもそうやってね、うん、あのこう本当に被ってくるぐらい愛情を表してくれてるってことでしょ。めちゃめちゃポジティブですね。いやもうそう、嬉しいですよ。逆にだってそうじゃないですか。自分がね、前にいる仕事で、私ね、こんなんでこんなんなんですよって、おー、聞けみたいなのよりも、はいはいはい、ね、違う方がね、この方の魅力はこうがこうで、こういうことでね、この人はこんな感じで素晴らしいんですよって言われた方が、あ、嬉しいです。やめてください、あんまり褒めると次からずっとそのペースで来るんでね。こう褒められてね、ね、こう嬉しい人もいればね、いや喋らせろよっていう顔してるゲストもいっぱいあるんですよ。あ、そうなんや。そうなんで、ほら、もう距離めっちゃ縮まって、ほら、もう今もうゆうこさんラブ、ラブ、嬉しいですね。うん、いやー、愛されてなんぼ。でもね、いつもね、うん、僕まあ、隠れ最近言う、こう不安定自称してる。なんで隠れんねってだから。いや、でも公平せよ。隠れない不安に悪いかなと思って。え、で僕ライブ行くのも、うん、実は、うん、週前半、うん、例えばライブがあったりするじゃないですか、うん、はい、行ったら、はい、寝込むんです。僕体力ないから。なんで、で僕住んでるの姫路なんですよ。いや、姫路なんで、はい、遠方に行くと、うんうん、寝込むんです。そうなんや。ちょっと遠足はじゃダメですね。そうね。で、神戸、三宮、うん、尼崎ぐらいが限界なんですよ。もうギリ神戸、そこ超えると。待ってくださいよ、それね、優子さんがね、活動してるね、ところにはね、僕行けませんって言うてるやん。活動拠点もうちょっとこっちに持ってきてって。あ、行きます行きます。そっちのアピールで、うん、そうそう、うんうん、だから、おしょうところで収録してるとき、はいはい、いつも通った廊下の後、通った、匂いしやがって、もう、匂いすぐする。気持ち悪いね、もう気持ち悪い。ゆうこさん、スタジオが神戸なんですよ。いやそのね、スタジオが、まずまずで、実はそこ、お寺さんなんですよね。で、一回行ったら線香の匂いなのに、うん、スタジオの階に行ったら、匂いするんですよ。怖いって、もうちょっとぐらい怒ってくれていいですね。いやいや、まあでもね、嬉しいですよ。嬉しいんですか。嬉しいですよ。それも嬉しい。変態万歳、よし。そう、あかん、ここやりにくい。そこの収録してる一番奥のところに打ち合わせする場所がちょっとあってね、うん、でそこでこう打ち合わせしたりするのにいつも行ってたねんけど、まあ、いや、まあ、なぜ歌手になったかとか、ちょっとちゃんと番組しましょうよ。目から鱗なのに。私らのさ、つながりの話してもしゃないから、見てる人にこう、お伝えください。実はソロじゃなかったんですよね。ソロ、最初、うん、ソロ、うん、じゃなかったです。はい。なんかでも、わけわからないですね。知らん間になんか、うん。うん、まず、まあ、うん、まあ、本当、歌はね、すごく好きだったんですよ。うん、いや、もちろん、ちっちゃい頃から歌手になるのが夢で、うん。で、それこそ20代そこそこの時、オーディション受けたりとかしに来ましたけども、うん、そりゃもう、そんなんね、おいそれと合格できるような世界でございませんね。まあ、時代も時代でね。あ、しかしね、もうそれはもうね、ね、うん、こんな頭の人とこんな頭の人と、そうね、そうね、ね、こんな頭の人がよう、ね、きらびやかにやっておられた方ですね。ね、うんうん、フリフリの人たちがね、フリフリになれなかったんですね。なるほど。うん、でもまあそれで、うん、ある程度、まあ、歌が好きなまんまもやっぱり社会人になったんですね。あ、社会人やったんですね。私は社会人、はい、もう魚屋勤めて、はい、子供専門の写真館勤めて、はい、で、なんか事務員したりとかね。バリエーション豊かですね。そうそう、
魚さばけるシンガーです、イエイ、すごい写真も撮りますシンガーです、イエイみたいな斬新で、なんかどっか行くとこよくカメラ使ってはるの、はい、そうね、その名残、そうですね、カメラは好きです、本当にカメラもか好きですね、うん、魚も好きやけど、歌は今やり始めてどれくらいなんですか今本格的に、はい、活動し始めたのは、うん、2011年がソロデビューなので、今7年目ですかね、はい、そうね、まだそんなもんなんですか、もう本格的に始めたんが、だその辺がね、うん、隠れファンっていうところで、うん、僕はあの表面的にあの歌を聴きしたり、うん、そのお会いしたりして、うん、わあいいわ好きやわって言うてるだけで、うん、まあ言えばそこまでこう遡って、実はあんまりこう調べてない部分があって、何のアピールそれ？まあでも結構皆さんね、うん、なんかそうねそこの部分ね、うん、あの知りたいなっておっしゃられる方もいらっしゃいますね。今回の上田情報はどんな感じで来ましたか？はい、いや全然調べてないんです。え？っていうのは、うん、もうその部分いるかなと思って、もう今の優子さんが、あ、まあまあね。うん。うんものすごい今すごいいい感じやなと今日はラピスであったいい匂いのする優子さんということを伝えれたらそれでよかったね。いや、言うかね、いい匂いです僕知った3年ぐらいで、うん、今が一番いいと思ってる。あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかすごい呼び名変えられたと思うんですか？あ、そうですね、2016年に変わりました。なぜ、なぜですか？まあ、もともとは私、ぐちこ GUTYCO というね、ぐちこという名前で活動してまして、はいはい、まあ、今、結婚してるんですけれども、もともと川口っていう名前だったんです、うん、別にぐちっぽいわけじゃございません、川口、ぐっさんぐちこって言われてて、まあ、こういうね、アーティスト活動がで、そんなに活躍すると思ってなかったので、普通にアメブロを始めるときに、ぐちこというね、はい、なんちゅうの。ハンドルネームみたいな感じで始めたのがきっかけになったような状態で、でもある程度活動させていただいた時に、なんかこう自分の本来の姿というか、そういう、まあもちろんぐちこも本来の姿なんですけれども、今結婚してから再起という名前に変わって、その自分の今現在の姿でちょっとこう切り替わる時期がのタイミングが来る時ってあったんですよ。Facebook もね、やっぱり本名でする必要がありますから、はい、ああいうところでアカウント止められたりだとか、はい、あとはなんかこう名前にまつわる部分で、ちょっとこう転機みたいなのが訪れたのが2016年だったんです。でそれでまあ私の誕生日が11月なので、2016年の11月の誕生日月に再起優子という名前に変えて活動する形になったんですね。なるほど、うん、心機一転という状態で。なるほど、うん、活動内容もその辺ぐらいから変わってきたりとかして、音楽性、作る音楽もそうですし、はい、どっちかって私結構お月さんも好きだったんですけど、うんうん、これからは皆さんを温かく照らすような太陽になろう、こういう気持ちの切り替えもした状態ですね。なのでなんか結構パスンと変わったような状態にもなりましたね。作品にもそれも全然反映されてきて、そうですね、なんか再起優子名義で出したアルバムは、はいはい、やっぱり今までのテイストとは違います、うん、はい。僕が今の優子さんが一番好きやっていうのは、基本僕の仲間っていうか周りの人、ご機嫌な人ばかりなんですよ。そのご機嫌度、今の方がご機嫌度高いんですよね。嬉しい、ありがとうございます。それがいや、めっちゃええなと思って。いつも元気で明るい、そうですね、面白い、面白い男性、元気が一番ですね。で、はい、ステージに乗って歌い始めるともうパーンってこのスイッチ入れ替わるというか、あの感じがなんか別人になる感じがすごい、すごい素敵やなと思って、うん、嬉しいですね。さっきまでウェーって飲んでウェーって喋っとった人がパーンってなるから、うん、あれかっこいいよ。自分にないもんを持ってはる部分がすごい憧れで好きやっていうのがありますね。それは響くんや、嬉しいな、ありがとうございます。いやもうちょっとでもこう盗みたいって思いますよね。いやいや、もう勉強させてください。私はいやいや、もうそれをこう何がおかしい。いやもうこの喋り口であの歌歌えねんなと思ったら、このギャップがやっぱ面白い。まあ先ほどね、聴いていただいた歌はぐちこ時代に作った歌なので、ちょっとまあ泥臭いというか、ちょっとなんかね、スタミナがあるような歌なんですけどもね。
でこの前あのトールズのねバースデーで聞いた、はいはいはい、なんて言ったんでしたっけ、あの歌すごい私好きで大忘れたんですけど、また会いましょう、あそれ、はい、これは最近ゆこ名義で作った曲です、あれはあのね、あれいい曲、音楽性っていうような難しい言葉は僕ちょっとよく分からへんのですけども、うん、多分ね表現の仕方ってすごい変わったと思うんですよ、ね、あでその時の歌ってる顔つきとか、うん、その目が違うのかな、うん、なんか、嬉しいですね、よう見てくれてますね、もう穴開くほど見てますね、泣くわ泣くわ、まあ急に大阪の時間ならあるからマイクのね展開とかあるんで一番近いとこおりますもんね、そうですねそうそういつもねそうそう、前の方に来てくださって面倒を見てくださってね、本当によく上っちゃよく働く人、うん、でもね、この前の時のイベントでももうずっと動いてはったじゃないですか、いろんな方にこう気使われて写真撮って動いて喋って応援してみたいな、めちゃめちゃスタミナある人やなって思って、どうなんでしょうね、なんか、うん、いやでもね、うん、一時期ねちょっと調子が優れない時期があって、うん、そんな時もあったんですよ、うん、もうあの時もね、もう心配してたんやけども、まあ私ごときがね、このシャシャリ出てもどうや、いやもうシャシャリ、もうどんどんシャシャリ出てください、本当に嬉しいですよ、めっちゃ心配してたのが、うん、なんか無理しはるんですよね、それはね、うん、それでも2人共通ですよ、なんか2人そういうとこありますよ、似てるなと思って、ぎっくり腰やから今もね、そうそうですよね、そうそう、なんか冷や汗垂らしながら今、うん、収録してるっていう、大丈夫かな思って、喋り声も響く声だからね、全然ね、もうそのなんていうのかな、ご機嫌さんな、うん、一員なんで、うん、ぎっくり腰、美味しいな思います、ね、あ、まあ確かにね、昨日のやつめっちゃこれ美味しいやんとかって、確かにね、私もうショートカット言ってるからね25センチショートカットしました言ってね、そう私ちょっと今日どう料理してんか分かれへん、ええ話にしようと思ってもこっちでちゃう料理しはんねん、ね、局長助けてー、だいぶスパイシーになってますいや本当にやりにくい、ね、スパイシー、ね、久しぶりに局長がいるから叫んでみたーみたいな感じ、そうそうそう調子の悪いの自慢し合うっていうね、うん、俺のがすごいでもっと10秒やでとかね、年寄りのネタみたいな、そうそうそう、ここにいる局長の手が上がらんで何年とかの局長が取ってはるからねもう何の話やねんみたいな、この中今日はねえ、そう、その10秒度が音楽性を豊かにしたよね、あ、もうあれもほんまに ね、あの、うん、すごいもって生き方してるし、ね、うん、ただ確かにでも一理はありますよ、うん、そのなんかやっぱりそのね自分今までその自由にね、うん、ご飯食べるのが当たり前、うん、仕事できて当たり前みたいな、うん、当たり前のことが当たり前じゃなくなった瞬間があったわけで、うん、まあほぼあのまあ、私は腸炎やと言われてて、おとなしくしたんやけど、腸炎じゃなくて虫垂炎やったって、まあ、盲腸ね、で虫垂炎が破裂して、でそれがあの癒着したんですから腹膜炎一歩手前になったんですよ、でそれで私が調子悪いな調子悪いなって病院行った時に、まあ、そういうのになったんですけども、うん、で、まあ、ちょっとお腹を開けてね、腸を25センチショートカットをねしたんですけども、あ、それショートカットって、そうなんです、そうそうそう、字で書いてもらって分かりにくいんで、まあ、そんな感じでちょっととりあえず一旦コマーシャルに来てます、いってらっしゃい、シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット、シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います、はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内で、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか、ご登録はこちらから、ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント、おかえりなさい、はい、では告知タイムに行きます、はい、では3分間告知 PR してください、うん、どうぞ、あ、大阪在住の、はい、シンガーソングライター、堺市在住でございます、シンガーソングライターの斉久子と申します、まあ、今いろいろ大阪を中心にね、関西中心にライブをさせていただいてるんですけれども、まあ、なんと言いますか、私が言いたいのは32歳から楽器始めました、はい、で、今で10年経ったんかな、2008年の32歳になる年に楽器を始めて、でピアノとギターを始めました、でそこであの作詞作曲を習いました、うん、でやっぱり30過ぎてからとかね、若いうちからやってるわけじゃないので、うん、非常にねこうあのコンプレックスもある中なんですけれども、やっぱり自分が一生懸命頑張ってあの前向きにねやっていれば、たくさんの方が
巻き込んで巻き込まれてくださいます。うん、でここに巻き込まれた人いてるんですけど ね, こ, こ, ね、はい、これ放送事故じゃないですかね、はいはい、ここにね、あの親衛隊隊長がいるんですけども、はい、サニアン言うんですけれどもね、この方が私のデビューライブにね、私のこと知らないのに来てくださった人なんです。で、あの2011年ですね、それをきっかけにあのかこう活動の場が広がりまして、でたくさんの方に応援いただいて、で今年はあの、まあ、生活の基盤となるねサラリー職を辞めてアーティスト活動に専念できるようになりました、うん、まあ、家族のサポートもありということで、だから自分が一生懸命ひたむきに取り組んでいればどんなこともですね、環境が変わってくるし、サポートしてくださる方もたくさん増えていきますし、で、あの何歳からでも人は始められるということを私はずっと体験していくアーティストでもいようと思っております。うん、なのでね、自分がもし思うことがあればですね、まっすぐ始めてみてくださいということを私は強くお伝えします。こんなやって応援してくれる人もおりますから、うん、なので告知というよりかね、私は皆さんを応援したい、素敵、はい、そうなんです、うん、皆さんの背中を押していけるようなアーティストにね、ちょっとおこがましいんですけれどもね、言うのはね、だけどもそういうアーティストになります。決意表明いただきました、ありがとうございます。実験でライブとかないですか、大丈夫ですか。実験ライブないんや、これがないんですか、なんとこ。そうだ、でもだわ。そうですね、でもね、はい、オンラインショップは、はいはい、今ありますよね。あります、あります。こちらに出しましょうね、はい、ここに月の庭っていうの、はい、そうです、月の庭です、ね、廃棄有効月の庭で検索いただきましたら、でこちらの方で全部、はい、購入できたりしますので、はい、新しいアルバムもそろそろ、はい、できるかも。あと YouTube の画像とか、はい、Facebook とか、ひらがなで佐伯優子で検索していただきますと、はい、ヒットします。チャンネルあるんですね。チャンネルあります、はい、ぜひ登録してください、はいはいはい、とりあえずひらがなで佐伯優子ってググっていただいたら、ね、すぐ何でも出てきます、はい、素晴らしいオフィシャルサイトもね、全部ブログも全部ヒットしますので、はい、あります、はい、うん、ぜひ、ね、生のね、ゆうこさんにぜひ会いに行っていただきたいので、Facebook とかチェックしていただいて、はい、またライブの等のね、はいはい、情報を掴んでください。はい、はい、この喋りたいことないですか。十分です、今日はお招きくださいました、ありがとうございます。最近ゆうこでした、ありがとうございます。早いな、締めるのもうちょいありましたけどねまあまあいいですよ、まあそんな感じで、はい、まあ、生のゆうこさんもぜひ会いに行ってください、はい、Facebook チェックしてください、はい、YouTube 登録してください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、さようなら。僕は君の、僕は君の、僕は君の大人のおもちゃさ。